どうも、ぽたぽたです。今日は、じゅん、見える、はい、グレールで秋服を大量に買ってきたので、グレールの秋服購入品紹介をしていきたいと思います。ちょっとグレール久しぶりすぎて、グレールか、グレールか、グレールはないか、なんか発音がちょっと忘れてるぐらいちょっと久しぶりにしたんやけど、夏とかやろうと思って注文してはいてんけど、取る時間がなくてなかなかあげれていなかったので、ちょっとアイドルがオフの日に届いたから今日撮ってます。ということで、今日いつもの 1.5 倍ぐらい買ったから、ドドンと全部着ながら紹介していきたいと思います。じゃあ早速どうぞ。パカン。じゃあまず1着目、じゅじゅん、ルーズスリーブシャギーニットトップス、アイボリーで、サイズがフリーサイズで、価格が1699円。シャギー系のニットが一つは今年欲しいなと思ってたから、安かったし買いました。早速着ていきます。せーの、はい、こんな感じでーす。まず色がちょっと思ってたのとより、ちょっとアイボリー、アイボリーやったからか、長さはこれぐらい、それはちょうど萌え袖ぐらいの長さです。なんか想像してたのとは違ったけど可愛い。で、着た感じチクチクもせえへんからえんちゃうかな。シャギーニットってなんかシルエットがパッて縁取られへんくて、ちょっとふわふわしてるから、印象がふわ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 ってするかなって思います。この首元が V ネック、なにこれ、優しい V ネックみたいなこれも優しい印象が出るし、首元開いた方がやっぱ服ってスッキリするから超いいと思います。秋にぴったり。長さとかはルーズ感がないけど、首元が開いててこの萌え袖になるっていう部分が抜け感が出てすごい可愛いなって思います。あ、やっぱ秋冬っていいね。じゃあ2着目、配色バイビン、配色パイピングフリルトップス、ブルーで、サイズが M サイズ、価格が1299円でーす。ちょっとピタッてしてるトップスも欲しいなと思って買いました。じゃあ着てみます。せーの、はい、ちょっと下がパジャマで申し訳ないんですけど、こんな感じでーす。めっちゃ可愛い。ここにフリルついてるのって結構着やすいして見えるとか、二の腕がカバーされるから好きやねんな。最近ちょっと流行ってる配色系がすごい可愛い。ベージュのボトムスとか、あとチェック系、柄が入ったボトムスとかに合うかなって思います。これは絶対にインして着るやつやな。黒とかにもワンチャン合うし、多分何でも合うと思う。この胴体は結構ピチッとはしてるけど、袖部分がピチッてしすぎてはいないから、背中と二の腕気になるからめちゃめちゃありがたいです。なんか背中にシワいったりするのムカつくし、めちゃめちゃガーリーっぽい感じの形やけど、くすみっぽい感じのこの落ち着いたブルーでおしとやかになれるかなって思います。こういう色合いのスカートとかにも合うかなと思います。かわいい。これ結構上シンプルやから、ごちゃごちゃした感じのボトムスに合わせたらおしゃれっぽく見えるかなって思う。あ、でもシンプルなボトムスに合わせて花柄のバッグとか、やっぱピンポどっかに柄を入れるのが好きやから、そうやって着ようかなって思います。じゃあ3着目、オーバーサイズニットトップス、カラーピンクで、サイズがフリーサイズで、価格が1899円。これは絶対ワンピースとして着れるなって思ったのと、あと色がめちゃめちゃ可愛すぎるから一瞬でカートに入れました。じゃあ着まーす。せーの、あ、じゃーん、可愛い。めっちゃ可愛い。ショーパンがチラ見えするかな、しないかなぐらいの長さです。めっちゃ可愛い。このさ、裾、腕の裾と丈の裾のこの、なんていう、これがめちゃめちゃ幅広で、かわいい。めちゃめちゃかわいいです。この色もめっちゃちょうどよくて、ピンクやけどベージュ、もう多分ピンクベージュ。これブリブリってしすぎず、キュンって感じ、なんか落ち着いた女の子らしさが出るかと思います。めっちゃかわいい。やっぱピンクって着るたびにキュンってする。ニットの感じがすごい、まあ、今まで着たやつ全部やけどチクチクせんくて、なんか抱きしめたくなる
感じ、わかるかな、クマさんみたい。これはモテるで、だから好きな人と遊ぶときはこれ着てても、さっきも言ったか。いやー、でもやっぱ白かピンクのニットがやっぱ好きな人の前では着るべきだなって思う。秋冬はすごい、なんていうんやろ、オーバーサイズやのにめちゃめちゃキャシャ見えするっていうか、ダボってきてるちっちゃい子みたいな、ちっちゃい子とかキャシャな子に見せてくれるから、すごい良いです。これめっちゃ可愛い。これマジでカラーがいっぱいあったので、ピンクめっちゃおすすめやけど、自分が好きな色をゲットできるといいなって思う。みんながシルエットが一番天才やから、まあ、色は好きなんでいいと思う。ということでミポはこれ色違いも変えました。ブルーバージョンも変えました。着てみます、せーの。はい、こんな感じです。いや、めっちゃガラッと印象変わるね。メンズライクっぽくなるね、青になったら。可愛い。でもこのギャップ、メンズライクっぽい色、ブルーなのにワンピースとして着るっていう、襟とかつけちゃってもいいと思うし、大人っぽく着たい人は中に白いレースとか出してきても可愛いし、ブルーは結構大人しめの色やから、いろんな着方したらいいんじゃないかなって思います。まあ、これにロングスカート合わせてもいいし、まあいろんな着方がありますね。またルックブックとかで紹介できればいいかなと思います。じゃあ5品目、スリットチェックミニスカート、ダークピンク M サイズ1399円です。着てみます、せーの。はい、こんな感じです。丈は太もも中間ぐらい。ちなみにこの生地めちゃめちゃに薄いです。もうペロ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 やけど、めっちゃ形が綺麗になります。ほら、あとここにスリットが入ってるから、ちょっとおしゃれさんに見えます。でチェックが、色合いが神となっております。まあ、そんな感じかな。結構薄めやから、インするっていうよりはこれは出すようかも。そう、こういう感じのね、ニット、大きめのニットからチラって見えるチェックスカートにしたり、まあインするやつ以外やな、だったら何でも合うと思う。スウェットとかにも合うやろし、パーカーにも合うやろし、これにキャミソール着てパーカー着るでもいいし、インしたらちょっとボコボコってなるし、このウエスト部分が何もないから、だからインしない系ファッションにいいと思います。インだけに。じゃあ次、花柄レースショートパンツ、カラーベージュで、サイズが M サイズで、価格が1599円です。あの前なんかね、アイボリーを買ったことあるんやけど、新しく多分色が出たと思うんだけど、ちょっとピンクベージュっぽい色があったので買いました。いただきます、せーの。こんな感じです。かわいい。めっちゃかわいい。形が天才やし、リボンもテロテロで可愛いし、レースもめちゃめちゃいいし、何より色が最高。今もキャミソール着てないけど、こういうキャミソール着て、この上にパーカーとか普通に秋アウターとか着ても可愛いなって思います。ちゃんと下も透けないようになってるし、全部がレースって結構珍しいから、これめちゃめちゃいいです。これは買うべし、やばい。これめちゃめちゃ可愛い。これもう言うことないわ。もうまあ、ブルー系の服が多い人は多分こっちの方が合うと思うし、ベージュ系とかブラウン系とかピンク系が多い人はもう一個の方が合うかもしれないです。じゃあ続いて7品目、ボリュームロングチュールスカート、ライトグレー、サイズ M、 1599円です。めっちゃ綺麗なライトグレー。これなんか似てるようなやつ買ったことある気がしたけど、なんかなかったから買いました。せーの。これロングスカートどうやって見せたらいいんやろ。めっちゃ可愛いよこれ。だからこのニットにバリ合う。ちょっと下だけしか見せられへんけど、こんな感じです。結構長めの丈になってて、しっかりライトグレー。結構こういうルーズなニットにこういうチュールスカート合うと思うから、これちょっと夏っぽく見えるけど、秋冬1個は持っといた方がいいかなと思う。ニットに合う、マジで。異素材コーデ的な、なんかブカブカにブカブカも、もうなしじゃない時代やから。だから超可愛い。ちょっと今日全身で見したいとこなんですけど、後日ルックブック見てしようかなって思います。何色も色あったから、まあ、これも自分の持ってる服に合いそうな色がいいなって思う。逆になんか白グレー黒とかじゃなくても、ラベンダーとかピンクとかあえて選んでも可愛いんじゃないかなと思います。リコはライトグレーが持ってる服の色的に合いやすいかなって思って買いました。
ちょっとさ、足がこう透ける感じもコーデが重ったるくならへんから超可愛いなって思います。じゃあ続いて8品目、ファーショールコート、カラーグレージュ、フリーサイズ、2499円です。このニット結構ブカブカやから不安やけど、はい、こんな感じ。止めたらこんな感じやな。ちょっとさ、今下に着てるやつが結構ダボダボっていうかブカブカのやつやけど、それでも入りました。結構ボリューミーなのでミニスカートに合わせるべきかなと思います。可愛い、あと肌触りがうさちゃんみたいで抱きしめたくなる感じのやつですね。結構あったかいからマフラーとかしたり手袋とかすれば多分真冬もいけそうな感じするけどな、どうやろう。今年なんか秋がない感がすごいからちょうどいいあったかさ、パーやしあったかいから冬先まで着れると思います。おそらくで色合いもねグレージュやからまあ何でも合うんじゃないかなって思います。黒でも合うしな。ミニスカートよく着る方はおすすめです。この首元とかウサギの耳みたいなんかツインテールにこのウサ耳みたいなやつよくない？めっちゃで、ちょっと毛が抜こうとしたら抜けるので注意。じゃあ次、犬耳付きふわふわパーカーセットアップ、カラーアイボリー、サイズ L サイズ、1999円です。これ犬耳が付いてるんですよ、パジャマ。じゃあ着ます、せーの。はい、こんな感じです。 L サイズ選んだけどブカブカしぎひんけどなんかちょうどいい感じですね。てか犬耳かわいいわ。犬耳やっぱ犬になりたいし嬉しい。これあとピンクがありまして、多分ピンクの方が人気なんかな。いやこれめちゃめちゃ多分長い期間着れると思うし、めちゃめちゃあったかいし、多分ね3月までは着れる。なんか女子会とかでもめっちゃいいんじゃないですか。これお揃いで買ったりしてね、仲いい女の子同士でぜひお揃いしてみてください。かわいい、これはもうかわいいにつきます。はい、ということで以上グレール秋服購入品紹介でした。2021はほぼ秋がないと言っても過言ではないぐらいなんかちょっと寒いから、アウターも時期に紹介していけたらいいなと思ってます。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうね。バイバーイ。